アマーリアリンド・グレーンは、スウェーデンの風俗画家、肖像画家である。1856年から、スウェーデン王立美術院の会員に選ばれた。ストックホルムに生まれた。3歳の時に母親を亡くし、養子に出されることになった。少女の頃から、絵の才能を示し、女性画家、女性運動家のソフィーアドレルスパッテの開いた。 美術学校で1841年から学び、翌年展覧会に出品した。スウェーデン王立美術院の教授、カール・グスタフ・クバーンストロムの注目するところとなり、1849年になって他の3人の女性と共に、スウェーデン王立美術院で学ぶことを許された、最初の女子学生となった。他の女子学生は、レア・ルボーン、アグネス・ベリエソン、ジャネット・モーラーである。 この入学は特例であって、女性学生が男性と同じように学べるようになるのは1864年以降であった。1850年には女性として初めて奨学金を与えられてパリに留学した。パリではレオンコニエやティシエに学んだ。1854年からデュッセルドルフ、ミュンヘンやローマで修行した。1856年にスウェーデンに帰国し、 この年王立美術院の会員に選ばれた。ありがとうございます。